チから引けるって高重量上がるに決まってるじゃないですか。肩甲骨を制す者がビッグスリーを制す。一生反抗期。こんにちは、パーチョンナオトです。ウッシーです。カボル町中心ユッキヨレです。今回の動画はデッドリフト肩甲骨の決め方。デッドリフトの肩甲骨どうやって決めるか知ってますか？全く知りません。全く知りませんよね。肩甲骨大事なんですか？デッドリフト、デッドリフト肩甲骨なんてそもそも関係あんのってぐらいですか、僕たちで。はい、だってこれただ引っ張るだけじゃないですか。肩甲骨を制す者がビッグスリーを制す。はい、ということです。デッドリフトでも肩甲骨とても大事です。これどういう立場ですか？肩甲骨がうまく決まるとデッドリフトにどういう効果があるんですか？テンションをかけることができます。というのは、はいはいはい、たわみを取ることができる。あ、たわみってなんかこう、パワーリフター的に言えば ね、よくパワーリフティング用語で聞きますよね、はいはい。まあ、それも含めて今日解説します。はいはい、要は高い位置から引けるんですよ、バーを。はいはいはい、それができたらね、簡単に言えば高い位置から引けるってもうそんな高重量上がるに決まってるじゃないですか。怪我の防止にもなるってことだ。そういうことですね。なるほど、はい、いいこと尽くしだ。いいこと尽くしです。それでは、はい、実技に移りましょう。お願いいたしま す。それではいきます、はい、ポイントは2つです。1つ目、肩甲骨の開き。2つ目、バーの重さを使って肩甲骨を下げる。この2つ。おお、肩甲骨開いて下げるイメージ。開くんすね。はい、押せた方が一点、うん、ここが長くなる気がするんです。肩を押せるような気がします。なるほどね、はいはいはい、胸張れるというか。ああ、そう思っていた時期も私ありました。こうやってこうやってたわみを取っていきました。懐かしいイメージありますね、はい、ありましたありました、うんうん、ただですね、引き始めがですね非常に重いです。ほう、こうやってしまうと。なるほど、はい、めっちゃ耐えてましたもん、そんでもなく耐えてたよ、うん、それでまあ強化された部分もあるのかもしれないけど、今どういったデッドリフトに落ち着いてるのか、はい、っていうところをまあ結局紹介していくんで、はい、どっちが腕長く使えるかってことですよ。はい、お願いします。これ肩甲骨、まあ、極端に寄せていきますよ。はい、寄せて、まあね、はい、今開きますよ、ここから。はい、お願いします。あ、お尻の位置ちょっと高くなってますね。はい、どっちがもう腕を長く使えるかっていうのも一目瞭然じゃないですか。はいはい、確かに。本当にまあ開いた方が腕は長く使えるのは間違いないじゃないですか。はいはいはい、ただこれ、人間の肩甲骨の動きってこの寄せて下げるっていう動きができるじゃないですか。はい、開いて下げるっていうのは無理なわけじゃないですか。まあ開くと下がんないですよね。下がんないじゃないですか。それを開いた上でバーの力を使って肩甲骨のなんかこう下げてあげるイメージなんですよ。あー、そう、これができたらたわみすごい取れます。これ大事ですよ。でもね、その極端にこうやって開いてこうやって取りに行ったらいいかっていうと、はいはい、そこまたちょっと僕は疑問なんですけど、ただある程度開いたポジションにあるっていうのが絶対腕は長く使えると思います。ストレスのない位置で開くというか、うん、っていうのが僕のイメージ。取ってここで開いてテンションかけます。そのテンションかけるときに開いたポジションのままでバーの力を使って落としてあげるイメージ。はい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 、はい、こうしたらもうたわみ取れてるんですよ。おお、テンションかけてるんですよ。自分の高い位置できてるんですよ。そう、俺はこれを作ってからお尻引いて空気吸ってこの位置から。高いっすね、確かに。上背部はそれをやろうとすると結果ちょっと丸まるんですよ。はいはいはい、上背部だけ丸めてちょっと吸ってあげるイメージ。うん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 、下背までこうやって回っちゃうともちょっとダメですよ。そうだね、下背部はあくまでね、腹圧決めて、ベルトつけて腹圧決めて背骨フラットな位置に保ちつつ、でも上背部はちょっとこうこれぐらいね、ちょっと丸まってますよね、上背部、うん、これぐらいの感じかな、うんうんうん、確かにちょっと丸まってるね。これぐらいのポジション、はい、っていうのがおすすめです。お、今簡単なこれだけの話なんですけど、まあでもすごい分かりました。これ肩甲骨の決め方っすね。はい、結果だと首長族って言った、首は絶対長く使いますよね。お、首長族ですね。首は下げると、そのやっぱ首はね結構、うんうん、長く使うっていう意識はあるかなと思います。
めちゃめちゃいい動画だったんじゃないでしょうか。重さを使うっていうポイントと、あと肩甲骨開くんだなっていう、ね、まあ、2つとも目ん玉飛び出るぐらいの、簡単に言えばさ、自分が高い位置で引けるポジションの肩甲骨の位置どこかって言ったら開いた位置なんですよ、っていうところなんです。だからもう高い位置から引く結果、肩甲骨は開いた状態になるっていうのがまあ正解です。はい、今日のこの肩甲骨の決め方試してデッドリフト高重量引いちゃってください。お願いします。お願いします。この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録してパワーチューブに入部お願いします。お願いします。皆様良いパワーライフを。